今まだ平地ですね。今日はほとんど上りらしい上りはこの先100メートルも上らないぐらいで、そこからずっと下っていきます。なだらかに。ガラスの教会、女神子クリスタルチャーチ。あ、GoPro ちゃんと撮れてる。行ってる行ってる、よし。でこの道は昔、この初めてユースに10年前に来た時に、泊まった日の朝に、翌朝にこっちの方にちょっと牧場見に走っていたことがあって、今走ってるこの道自体は過去に走ったことあります。あ、すぐ引き返してきたんですけどね、朝ごはん前に。この辺りは1500メートル標高あって白樺とか多いですね。うわー、今すごい水しぶきが、あちがになってよかった。でもう配信カクカクなっちゃってますけど、しばらくこれで待てよ。この先は途中で一旦電波切れるとこあるんですよ。この先どうかな、30分枠に切り直して FMLD でできるとこまでやった方がいいかもしれないな。あ、おはようございます。あ、さっき牧場のとこで足元には草に杖がついた状態で草むらの中歩いたから割と中まで濡れてる。音質、あれは、あ、今マイク違います。あれはですね、原因分かってるんですよ。いらっしゃいませ。原因はですね、ウェブカメラマイクの音になってたり、あと別音声で撮れてなかったんで仕方なく GoPro 3の本体のマイクの音を使ってたりするためです。なので気をつけてはいるんですけど、ちょくちょく設定が変わっちゃってるんですよね。一瞬切れたりして、物理的に切れるとそれ以外のデバイスが自動的に選ばれて、これは今通常発信だからです。 FMLE にすると綺麗なんですけど、私の発信環境だとなぜか途中から繋がらなくなる。 FMLE でギア変えてきよかった。あ、配信の方ですか。ちょっと見ます。長門牧場この先だったっけ。休憩、今走り始めたばっかりです。あれ、ちゃんとなってるけどな。ウェブカメラ、なんですけど、どうですか、わかりました。私です。どっちがマシでした、今、はあ、今のっていうのは嘘。え、なんで昼飯はですね、ラーメン自炊で。いや、今さっきまでは、あれなんで、じゃあウェブカメラ。こっちがウェブカメラです。マイクの位置から言っても、マイクの性能から言っても、こっちの方が悪いはずなんですが。なんで？いや、今こう出してるつもりですよ。嘘。そんなバカな。ちょっと待って、じゃあ。上かな、こっちか。あ、あ、これ表示が入れ替わってる。ウェブカメラじゃなかったです。これウェブカメラと USB オーディオの表示位置が逆になってる。今このトントントンって聞こえてるの、これウェブカメラじゃなくてマイクの方を叩いてるんですよ。聞こえてますよね、トントンって。ひょっ
表示の問題か。初めてだな、こんなの。あ、待てよ、じゃあ、録音してる GoPro 用の音声ファイルは？ちょっと待ってください。よっ。あ、これは、良くないな。多分これ GoPro の方も、ウェブカメラになっちゃってる。ちょっと待ってください。ストップして、設定で、あ、なんだ、あ、パソコン本体になってるじゃないか、これ。こうしてもう一遍開始。あ、あ、あ。結構通りますよね。思ったよりも確かに通る。これで、うわぁ、ここまで YouTube の音声がデタラメになる、これで。何が何だか分からなくなる。よし。あー、ダメだな、こりゃ。YouTube の動画編集するときにかなり混乱する、これは。ひどい、どうなってる。多分これですね、USB のオーディオデバイスが、なんか今日接触がおかしくなってて、一瞬切れたりしたときに、録音アプリの方が、録音を、元の録音ソースを勝手に切り替えちゃって、最初から、いや、まあ、走り始めたようなもんですから、今。待てよ、アルパカのとことかどうなんだろう。これ、配信を録音してからやった方がいいな、多分。来週、アルパカ、大河原峠はリベンジしたいですね、少なくとも。昨日は録画できてなかった上に、霧でえらいことになったから。解決、お探ししました。まあ、ルート的にはこれでほとんど。ボタン、あ、でもそうか、ずっと、アルパカのところもウェブカメラ音声だったんですね、皆さんには。ああ。映像してか。ああ、なるほど。あ、また、あのタイプの。人生も。ちょっと待ってください。今、メガネに、泥はねの水がついた。よし。ちょっと、完成？ああ、青空出てきた。もう11時過ぎましたね。やばい。まあでも下り基調だったら60キロぐらいいけるかな。うん。ん？ルートラボの GPS？ ん？ルートラボの GPS って？ルートラボの GPS っていうのは今のどういう話ですかね。あとそうか、今ここはじゃあもう一遍改めてじゃあ出してみますか。あ、牛だ。牧場だ。ちょっと待ってくださいね。牧場の牛を見るついでに今ここ出し直します。お、あれ、これ峠なんだ。知らなかった。あ、ルートラボだと分かんないです。あれはリアルタイムに反映する機能ないはずなんで。雨境峠、この峠の日前見たっけ。10年前には気づいてないな、多分。雨境峠だ。カメラ RX100。 じゃあちょっとそこで、あと今ここ出し直し、もう止まったついでにあれですかね、通常枠にして FM より復活させるかな。あ、今ここ、そう、天境って書いてありましたね。天境かな、境かな。あとで写真見よう。よっと。
まずじゃあ忘れる前に今ここ。絶対忘れるか。峠、ああ、どうだろう、こっち側。天気違いますかね。また休憩。休憩。いや、これは大事なことですから。天気良くないです。お昼はどうするの？あ、天境峠だからかな。なるほど。今言われて、やっと気がついた。なるほど。で、今ここはこれから、パカパカ。白パカじゃないですから。白パカじゃないですから。成功しました。これで見えなかったらサーバーが落ちてる可能性もありますね。価格なんで FML に切り替えてみましょうかね。ん？時計ですか？時計はですね、なんで今その話振られたのか不思議なんですけど、つい最近腕時計買いました。アテッサ、4万円ぐらいのやつ。3万円いくらのやつ。おはようございます。まあしてきてないんですけどね。普段仕事してるときに、いちいちiPhone 取り出さなくていいようにと思って、そう、シズンの。で、アラビア数字が使ってあるダサいやつです。アラビア数字使ってるやつがまずないんですよね。腕時計の、それなりのモデルの中には。数字が入ってるのかっこ悪いってイメージがあるんですよね。そう、前してたんですけど、ここ数年してないです。ダサいんですか？ダサい、ですね。片目思い出せないや。2753、下4桁が2753っていうモデルだったと思うんですけどね。違ったかな。だいたい最近の腕時計の、かっこいい腕時計の文字盤には、数字入ってないんですよね。まず使ってる人いないんじゃないかな。980円でも見た目はまあわかんないですよね。素人が見ると。うん、そうそう、電波時計、しかもソーラー発電なんで、完全ノーメンテで使えるはずのやつです。でも電波が受信しないですよね、今のところ。そう、数字イコールダサいっていう、特にアラビア数字入っててもギリシャ数字ですからね。で、ちょっとじゃあですね、 FML 復活させるために通常枠に移行しましょうかね。この先電波も切れるから。通常枠に移行しますと、移行します。まあいいや。じゃあ一旦終わります。配信開始ボタンを押して、配信停止ボタン、よし。じゃあちょっと 1,2 分後に行こいます。じゃあで、取り直し、再利用で、日焼け止め塗っといてよかった。でも雨雲には注意しとかんとな。よし、とっと引っ込むの遅い。この RX100 は綺麗に映るのはいいんですけど、ダイナミックレンジ増やすために重ね撮りとかすると処理が終わるまで時間かかる。処理しながらでもレンズはしまい込んでくれよ。またコピーできてない。よっとっと、コピーペースト。延長枠、そうですね、しばらくって今言っても仕方がないか。お待たせしました。で、延長枠はですね、この先一旦電波切れるので、もうどっちにしろ切れるからと思って一般枠にしました。まあ30分ごとにやっていきます。で、カメラがちょっとこれ下向いてるか、こんなもんかな。うわ、上が空が白いからちょっと上向くとダメですね。お待たせしました。じゃあこれで牛見てから続き走りましょうかね。まずは牛見る。牛、そうだ、ポタファイも充電させないとな。
し、青空見えてきてるけど、この先どのぐらいまた晴れが続いてくれるかな。いらっしゃいませ。私はチタン製のやつが楽なんで、何度か昔腕時計してた時にいくつかそのバンドを付け直したんですよ。で、布バンドとかあったんですけど、最終的にチタンバンドが一番良かったですね。父、こっちは違うの、これオスかな。いや、でもオスで乳牛っているんだっけ。ここはそもそも乳牛じゃない、もしかしてこれ食べられる方の牛、肉牛ですか、肉牛ですか。よっと、茶色っぽいの見ると肉っぽいですよね、肉牛っぽいですよね。ジャージー、あ、電波弱いですか。ジャージーちゃんの方が可愛い。ジャージー、じゃあ、あ、向こうの方に馬もいる。でも遠すぎるな。デジカメ写真だけ撮っときます。もうすでに乳牛、普通普通ですかね。さっき電波良かったのにな。フォトファイもちゃんと持ってきてんのに。おっとっとっと、牛肉、あれですよね、あれ、今そこで草食べてたあれですよね。やっと草だった。なかった。いらっしゃい。じゃあこれから、どうだっけ、まだ峠って名前だけど、まだピークって距離じゃないんじゃなかったっけ。頭悪い、そう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 、頭いいから悪いからってのは関係ねえだろ。可愛いから可愛くないからっていうのを置き換えてるだけですよね。頭がいい悪いなんてそんな適当な。クジラがフィクションの中でなんか人間と同じみたいな扱い受けてるからでしょ、あれはイメージだけでしょ。みんな生きてるのに、生きてるから殺しちゃいけないってんじゃなくて、殺すのまで含めて認めろよ。乳牛も、年取ると肉になる。うん。あ、乳牛も、ああ、潰されるって言い表現のやつですかね。うん。文化ですね。あ、そうそう、だから日本人は韓国か中国でしたっけ、犬食べるの。犬食べるのがどうこう言いますけど、それも何言ってんだって思いますけどね。自分は牛食っておきながら、クジラも食っておきながら、犬食うのはどうか言わないよって思います。あとは虫食の話もあるんですけどね。そう、殺すのだって仕方がないんです。まあ、不要に殺すのはどうかと思うけど。あ、カンガルーうまいのかな、カンガルー。あとワニの肉っていうのは結構出してる店とかあるみたいですよね。そう、植物だって生き物なのに、生物なのに。あと植物に意識があるないっていうのも人間の見方で見てないってだけであって、長い目で見たら分かんないですよね。あ、でもここから下りかな。犬食い祭り、そう、確かニコニコのニュースで上に流れてましたね、犬食い祭り。そんなのどこか言うなよって思いますね。さあ、与えて、もやし、もやしに謝れ。そうそう、食う食われるだから。長野はハチノコとか、あとザザムシは私まだ食ったことないんですよ。ただ虫系は殻が硬いので食べにくいっていうのはちょっとあるかなって思います。だから見た目は気持ち悪いけど、幼虫系の方がはるかに食べやすい。おお、おお、というかこの明るさ皆さんに見えてるのかな。多分この状態だと牧場側が真っ黒に映ってるんでしょうね。あとすごいなんか鉄塔がある。ずいぶん空が明るくなってきました。毒、本当ですか。え、蜂の親が持ってる毒と同じようなのがあるんですかね。今路面乾いてきた。あ、というかやっぱりこれ峠境に天気違ってたかも。さっきまで路面泥が跳ねるぐらい濡れてたんですけど、急に乾いてます。おー、気持ちいい。あ、ここはもしかして牛乳とかやってるところか。
やっぱり僕が気温20度ですね。ちょっと暑くなってきたな。ちょっとね、暑い暑い、20度も。おっと、で、牛乳専科モーモーって書いてあります。そこ泥が乾いた感じの路面ですね。泥が、いっぺん降ってますね、この辺りも。でもだいぶ早く乾いてるか、雨が通過したのが少し前なのか。ちょっとモーモーにソフト食べないの？ソフトですかね、やっぱこういうところは。うん、ソフトだ。ソフトにするかな、どうしようかな。秘書地、だって私秘書に来てますから今回これどっちだ、あ、縦紙あるから馬だな、こっちは。私は牛乳は今のところ大丈夫なんですよ。これ子供への木馬だな、白い木馬だ。20度で暑い暑い、あ、暑い。で、なんかちょっと舐めた感じの牛のキャラクターだ。ハード、火星のアイス、アイスクリーマーみたいな。支配人懐かしいな。あれどこでしたっけ、北海道の、あれどこだったっけ、支配人巻き。30度、アイスクリーマーですよね。じゃあちょっとなんか買ってきます。なんかそれまでちょっと空見ててください。ないな、今これは映像言ってんのかな。少なくと読み上げ聞こえてないですな、もう。読み上げがめちゃくちゃ小さくなってる。接触か。これを背景に食べます。接触が悪くなって読み上げがすごく小さくなってる。あとこの天気だけどパラパラ降ってきた。そうそう、 GoPro によく分かりましたね。じゃあいただきます。今日はラーメンがあるんで、ラーメンどっかでお湯を沸かして食べようかと思ってます。でも時間的にどうかな、だいぶ甘いぐらい時間来たから。で、ラーメン自体も10月まで持つやつなんで、やはりうまい。なんか、最後の、ご希望って感じがしてくれます。トイレで。で、マイクが。マイクがつけてないんだ。食いづらいな、これ。ちょっとカメラ置きます。マイクもちょっと遠い状態で食べさせてもらいます。
マイク下にぶら下げちゃってました。そんなに気温暑くないからどうかなと思ったんですけど、うまいですよ、アジ自体が。うわ落ちた、バッグの上にこぼれた。ああ耐えた耐えた。一気に咳を切ってこぼれてきた。またいつ降ってくる、来るか分かんないですね。雨雲はでかいの来てないですね。雨かしら。結構なスピードで垂れてきますよこれ。少しまたパラパラ来てますね。でもそんなに降らないはず、雨かしらを信じれば。で今この黒いバンダナしてるんですけど、前アーツさんにもらったスカイのバンダナの方がですね、なんか外れにくくてよかったですね。結構バンダナ質がいろいろあるみたい。よしじゃあ行きます。コンビトップあれなんで。でもそれ私のせいじゃないからどうしようもないです。うん、天気が曇ったり晴れたりですけど、しばらくはでっかい雨は来なさそうです。
牛コーン。ダメかしら。牛コーン。あ、よく見たら向こう。あの牛の頭のマークも書いてある。じゃあ行きまーす。あー、どうしようかな。トイレ行っとこうかな。行っとこう。すいません、なかなか出発しなくてグダグダしてますけど。バイソンだけに。え、バイソンって確か水牛でしたっけ。バイソンって、ちょっとあの小を足してきます。小、もうちょっと待ちよ。中は行かないですけど、マイクつけて、でも雲もなんか何層か、そう、ジョーでした、リトルジョーでした。ビッグベンは今朝あのユースで済ませてきたんで、あ、いかん、つい癖でスタンド立てるんじゃなくて立てかけてた。せっかくスタンドあんなに。でもこのスタンド角度が浅すぎて、ほんのちょっと風が吹いたら反対側に倒れてしまう。よし、じゃあ続きいきます。ようやくで、モーモーさんでした。自転車今、はい、見た見た、よし、そう、リトルジョーです。私はこのネタはあの超兄貴っていうゲームが元になった漫画で初めて見たんですけど、元ネタあるんですかね。時速あ、やっぱずっと下りか、これからしばらく。じゃあここで距離稼げますね。一日の予定ルートの中でだけど、GPS は eTrex30 です。英語版にあの日本のビットマップ地図、ヤフー地図を取り込んで入れてます。ここ文字、いや、すみません、これも元ネタあるんですけどね、パクリというか単にあのそういうネタを使ってるだけなんですけど、でも無理やり英訳は面白いですよね。後の祭りのアフターフェスティバルとか結構好きですよ。あれももともとどこで言われてるのか知らないんだけど、下る下る、今これは40キロは出てないぐらいじゃないかな。ん？何なの？読み上げがちょっと今接触悪いせいかえらい小さくなって聞きづらいです。あと風受けてるんで全然今すいません、聞き取れてなくて、旅に出ようはちょっと聞こえた。声、車載、まあ下りだったら自転車と車あんま変わらないですよね。シラカバタイヤ、いや、そんなにノイズするほどのトレードパターンないですけどね、ブロックタイヤではないです。おお、下る下るで、こんなに下ると逆に不安になってくる、後で登り返すんじゃないかっていう。あ、芦田塾の名前出てきた。
なんで日本に来たの？私がですか？私は日本に来たのは生まれついたところが日本だったので仕方ないし。あ、風景ちゃんと流れてますか？でも確かどっか電波ないところが途中にあるはずです。どこまで？まずは芦田塾で軽井沢の方に、東の方に向かって。おすすめのアニメ、今あぬるぬるで、今んとこは私はガールズ&パンツは一番 最近見たやつだけど、ガールズ&パンツはもう終わっちゃいましたからね。テレビの方は来年映画があるらしい。あのあれのネタ言うとまたなんか萌えがどうこう言われそうだけど、あれ戦車ネタ面白いですよ。日本人です。あの最初の戦闘シーンで、あの1年生チームのあの戦車は撃破されるんじゃなくて、無理な起動しようとして離体があの泥に埋まって、でエンジンが焼け切れるっていう、そんな地味なやられ方でいいのかっていう内容ですからね。あのあたりもなんか戦車ネタ好きに受けたとこなんですよね。でも他の最近のアニメは全然知らないです。そもそもあれは戦車ネタだったから見ただけで。ああ止まってたのか、語ってたのに言うことがあったの。また民族主義的な人が。歩車専用自転車多分いけるんじゃないかな。これ行っていいのかどうかってなるけど、特に自転車はどうこうとは書いてないのでいけるんじゃないかな。じゃあちょっとこっちの歩行者専用道行ってみたいです。失敗するかもしれんけど、今止まったままですかね。 FMLE がエラー起こしてる可能性もある。よっと。ああダメだ、ゼロだ。つなぎ直してみよう。ダメですね。あ、円下り、OK、ありがとうございます。ございますって今これ伝わってない、明らかに。あ、もう FMLE ダメになったか。またエラーか。FMLE か。あ、やっぱダメだ。これでしばらく行くか。そう、棚に全然知らないんです。よっと、これで少し来ましたかね。ああダメだな、電波悪いので、先に進むしかない。少しだけですよね。ここから遊歩道チャレンジ。よし。じゃあここから。ここから遊歩道チャレンジ。了解どうぞ。よいしょ。先行きます。先行きます。なんか変な言い方だな。とにかく進みます。おお、いい感じ。苔が生えてるのと少し泥が積もってるな。ゴーゴー。牛はこの先牧場あったかな。確か地図では特に書いてなかったような。おお、あれこれちゃんと元の道に合流するんだよな。
おおおお、後ろの荷物がガタガタいってるから。わあ、シカシカシカ。でもカモシカじゃないよな、あの色は。おお、今のお釣りの模様ははっきり見えたから GoPro でも映ったかな。で、あ、まあ遊歩道のあたりで見たって覚えときゃいいか。あとは写真撮ったりすれば後で GoPro 映像のどのあたりの時間って分かったりするんですけどね。ちゃんとスノーシェードの横通ってるから大丈夫なはず。いいなぁ。うわ、ちょ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 、危ない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 、おお、すべすべすべ。ちょっと今デジカメのレンズがなかなか引っ込まないから、後ろ後輪のブレーキだけで降りようとしたら滑る滑る、危ない危ない。これが今スノーシェッドですね。なかなかいい道だった。あ、音だけ。今あのスノーシェードの横の遊歩道を通ったんですけど、なかなか面白い道でした。よし、ダメなのこれ。ダイナミックレンジ上げる処理してるとレンズ引っ込むの遅すぎて危ない。あ、でいいんだっけ。左か。足田塾があるのは右側かな。うん、足田塾、中山道足田塾右側だ。あー、またいい道だな。あ、佐久市に入る。この辺り雨降ってなくてよかった。かなり急坂だな、この辺り。あ、ちょっと本当に間違ってないかどうか気になってきた。こっちで合ってるよな。表示から見てどう考えても合ってんだけど、意図した道かどうか。現在地、あ、合ってるかな。ああ、でも地図がダウンロードされてこないから分からんな。まあ大丈夫かな。多分テラス、まあ多少間違ったところで致命的じゃない。あ、そうだ、あと、ポタファイの電波状況を念のために。弱か。まあ、行くしかない。
道、いい道とかでも登るときにはそんなでもないな、下りやすいだけであって、上りだとあんまりまっすぐ道があると精神的にきつい、こういう道とか。下る下る、本当にこの道でやってんだろうな。なんかもともと予定した道と少し道の形が違う気がする。切れたか、切れたかというか完全に切れたか。なんかブレーキが少し変な音がする。一応この辺りで一旦電波をチェック。あ、今日になってる。ってことは、やればつながるはず。それか枠終わったかな、もう。あ、終わってる。今日になってるのになぁ。エリア地図と照らし合わせると、
このぐにゃぐにゃなってるところに来てるから、この辺りで電波入るはずだよな。で、あとやっぱ予定ルートと違う。あれ、やっぱり一本山挟んで向こう側の予定だったんだ。でもこっち側明日塾って書いてあるしな。で、地図的にはもうほんのちょい行ったら完全にエリア内か。なのでもうちょっと進んでから放送再開します。あ、後ろが鏡になってるやつだ。信号待ちとかで後ろについて写真撮影したい。10% 勾配多いな、こっちは。この先ぐにゃぐにゃのあと太い道かなに合流してからしよう。おー、出てきた。いいとこだな。ここはちょっと配信スタートしときたい。あそこに木が茂ってるの、あれ神社かな。電波的にはもう届くはずなんだけどな。ブラウザの方でも確認。やっぱまだ来てないか。あ、この風景いいのにな。あぶが。ああ、ダメだ、繋がらない。本当にエリア地図通りか。じゃあすごい。で、回転の子が写真撮り損ねた。この辺は山が削られてるな。なんだこりゃ。わあ。
だいぶ施設は古いな、ずいぶん錆びてる。で、あ、道に合流、太い道合流したかな、これは。で、だいぶ気温が上がってきた。標高がもう1000キロぐらいか。これポタファイ再起動したら治るかもしれない。繋がるかもしれない。危ない危ない。インチケーターが明るすぎて見えない。周りが明るすぎてインジケーターが見えない。上りだったらかなり汗かくな、この気温は。あとこの接触がやばい。もう周りの被膜が破れてちぎれかけてる。もう一遍。あ、いったいった。よし、じゃあ放送再開しよう。再利用で待てよ。あ、56分予約枠使える。予約機能いいタイミングだったな。確認する。天気が極端だな、今日は。枠が止めたよ。読み上げがなんか接触のせいかすごく小さい。テスト、テスト、ヤロボさん。よし。電波がない。で、電波がない。エリアを抜けました。標高は1000メートル、100メートルじゃない。ボトルを切ったところ、ちょっと道を間違えて足だ。じゃなく
持ち付きの方に降りてきまおう。おお。なぜ学校チャイム。しかもこの音量。すごいな。長野県は、いや、海に面してないか、長野県は。ないんだっけ？ないよな。あと40秒。あ、しまった。FMLE 立ち上げてなかった。ワクワクです。いらっしゃいませ。槍ヶ岳。間に合い。よし、電波状況はいいはず。128、100、120、500。よし、上がった。じゃあこれで始めます。無料延長改めてオンにして、今ここはまた多分切れましたかね、電波がないエリアの中で。じゃあ出し直します。今ここ1000メートル切ったからかどうかわかんないですけど、えらい蒸し暑くなってきました。行こいに。で、ちょっと降りる道間違えたんですよね。足田塾、こっちって書いてある看板があったんで降りてきたんですけど、こっちじゃないじゃん。足田塾はもうちょっと、地図で左だから西の方だったですね。まあ、今ここ出したらどこにいるか、予定ルートからちょっと今外れてます。これで今から行くはず。で、さっきここは採石場みたいなとこなんですけど、かなりの音量で学校チャイムが流れました。12時前に。11時59分ぐらいに。4時。そう、採石場の方に案内にしたかって降りてしまいました。本当はもう、あの山が反対側のもう一本向こうの筋だったんですよ。予定ルートは。そっち側だと芦田塾の方に直行できるんで。騙された看板に。途中まで降りてもう戻るの嫌だと思ってこっちに降りてきました。ずっとさっき上の方はもうなんか農村があって神社があってすごくいい感じだったんですけどね。やっぱ寒くはなくて今はだいぶ暑くなってきました。あ、ダンプが、いや、左折するどっちかと思ったんですけど、足田塾こっちって明らかに書いてあったからそれ信じてきたんですよ。信じた私がバカでした。フールでした。ステューピートでした。まあでもこっちでも足田塾に行こうとするとちょっと回り道になるかな。まあ有名なのは望月塾っていうこの道の先にあるところなんで、そっち側だけ行ってから軽井沢に向かうかな。イディオット、そう、イディオット何種類かあったよなと思って、フールとスティーピッドとイディオット。イディオットはよく聞きますね。イディオットはなんか白痴っていう感じのニュアンスも入ってて、 SF の中だとイディオサバン状態とか言って、人間がまともな人間としての対応できなくなってんだけど、やたら一方向にだけ能力が高まってる状態指したりしますね。ん？あ、何の道があるって。アソール。アソールはなんかバカ者みたいな意味じゃないですかね。クソったりとかなんかそんな感じじゃないかな。あ、そうか、クソったりだとぴったりだなっていいや、そんなことは。気温はだいぶ暑くなりました。もう一気に25度とかまで来てんじゃないですかね。湿度が高いせいかな。ああ、そうそう、この辺りもいいですね。さっき上の方は田んぼじゃないけどこんな感じだったんですよ。この山の間の谷合いのこういう農村の感じがすごくいいですね。住みにくいんだろうけど旅行として来る分にはすごくいい景色。
これ稲じゃないな。わあ。いいなあ。うん、夜でしょうね、これ田んぼだし。こういうとこカエルの声聞きながら下ったりすると最高なんですけどね。あ、ホタルか。確かそうそう、7月がホタルって書いてありましたよ、あの観光地図に。この辺りだっけ。あっち、ん、王選手、ワンちゃんが亡くなったのがワンちゃんで、長嶋監督はまだ存命なんでしたよね。ですよね、確か。この辺は日本有数の鉄平石の産地。鉄平石。ホタル、でも確か7月って書いてありました、観光地図には。あ、豆作ってる、あそこ。いや、豆じゃない、これ、かぼちゃか。王さん生きてるよ。あれ、王さん生きてるんでしたっけ。亡くなったの誰でしたっけ、そのあたりで。ジャイアンツ関係で亡くなった人いませんでしたっけ。川が流れてるし、この辺ホタルいそうだね。あ、そうそう、川が確かあそこ流れてるのかな。すいません、私いろいろあの著名人殺してます。あの人死にましたよねとか言って死んでない。クックロビンも死んだ方の人ですね、殺した人じゃなくて。松井陽だよ。ん、松井、ああ。そんなに、あ、じゃあかなり早く亡くなったんですね、若くして。松井選手って最近だよな。ん、川上、森重、あ、久谷さんですね。あ、そうだ、さっきあの遊歩道の方に行くってコメントして前の枠で言ってましたけど、遊歩道で鹿見ました、鹿。でもカモスカじゃなかった。あと写真撮り損ねた。あ、で昼食はもう自炊じゃなくてどっかで食べていこうかなと思ってます。昼食で1時間食ってると薄い峠に行ける可能性が減るから。もちカモシカは牛、え、なんでカモシカ牛、なんで鹿ですね。疾走感、まあ下りだから疾走してますね。ピクサー、ピクサーってなんかかっこいいの、文字列的にピクサー。でもフィクサーの意味知らない。最近読んだ小説の中でもフィクサーとしてなんとかっていうのがあったんですけど、フィクサーってどういう意味なんですかね。自分では手を下さずに決定だけする人みたいな感じなのかな。それともなんか暗躍する人とかいう意味なのかな。憎まれっ子、あ、フィクサーって憎まれっ子みたいな意味なんですかね。あ、黒幕、ん、峠の、ん、湯、温泉ですか。すみません、フィクサー知らないです。出てきたけどフィクサーってなんだと思って。黒幕、あ、ルピナス、第35くらいに黒幕。ルピナスといったらあれだ、モンティパイソンのスケッチに出てきたな、ルピナス。あの怪盗関係で貧しい人にルピナスを配って回るっていう、貧しい人はルピナスをもらって何も嬉しくないというネタがありましたね。怪盗ルピナスだったっけ、あれは。ああ、いい感じ、この辺り。あ、ここも牛乳やってますね。望月高原アイスクリームヨーグルト。この道いいけど、あのこういう直線とか向こうは見通せる登りは登りたくないですね、あんまり。ピクサーの映画っていいよな。ピクサーの映画、カーズ様。いや、自炊しようかと思ってたんですけど、あ、ヨーグルト。
自炊しようかと思ってたんですけど、ちょっと時間的に午前中が雨宿りで潰れちゃったんで、さっとどっかで店で食べてから行こうかなと思ってます。どっかテラスとかで食べられるところがもしあれば、配信は続けたままやって行こうかなと。あー、こういうところを下っていくの最高ですよ。走りながら危ねえ。それ炎を使うと風でうまく熱できない、熱せられないだろうから。ハッピードリンクショップ、食材腐っちゃうよ。食材、いや、保存できるやつなんで大丈夫なんですよ。それもあって今日実しなくてもいいかなと思って。天気本当良かったです。この辺り、この景色見ながら雨だったら最悪ですね。雨でその泥跳ねとかばっかり気にしながら下ってたら最悪でしたね。画質、そうですかね。いや、良くなる要素は何も考えられないですけど、単純に電波がいいからかな。あ、そうか、さっき一つ気がついたことがあって、私はこれまで毎回 FMLE 配信するたびに、そのストリームをローカルに FLV ファイルとして保存するっていう設定してたんですよ。しかもそれ残り続けるんじゃなくて、配信スタートするたびに同じファイル名、サンプル .flv っていう名前で上書きし続けてたんで、何の意味もない負荷をかけ続けてました。それ外したから、もしかしたら少しエンコード画質が良くなってるかもしれないです。わかんないですけど。で、コメント飛ばしてすいません。お、いらっしゃいませ。今かなり気持ちいいとこ走ってます。全然ペダル漕がずに進んでますから。昨晩はそうでしたね。一人旅が2人いたんで、ユースによっては一部屋にまとめられてしまうと思うんですけど、今回は一人一人使わさせてもらいました。意外と私ですか。ボケるとは言われるな。ご飯食べてない。私そんなに配信してないじゃないですか、ぶっ続けでは。昨日はユースホステル泊まりでした。毎回なんか蓼科などと引っかかるのが、蓼科白樺高原ユースホステル。私が10年前に初めて泊まったユースホステルです。で、食事がなんか随分豪華になってました。気温も気持ちいいな、なかなか。蓼科、いや、本当久しぶりに行ったんですよ、蓼科は。でも女神湖地帯通過したのは2年ぶりぐらい。蓼科、現地まで行くのが自転車だと大変です。あのパンと和洋の両方出てきたのを全部食っちゃったんで。あ、こんにちは。なんかパンと味噌汁とかが並んで出てきてると違和感ありますよね。すごく別に問題ないはずなのに。あとご飯とジャムとか一緒に食うわけじゃないけど、そう。蓼科はそうですかね。蓼科のどのあたりだろう。私は今回白樺湖のちょっと上の方を通過してきました。泊まってきました。なんか変わった形の屋根が。で、日の宮蔵があちこちありますね。ラーメンなかなか美味しかったです。ただ本来の調理方法じゃなくて、一緒についてる小麦粉のドロドロしたものまで一緒に食べちゃったんで、ラーメン作ったメーカーの人は怒るかもしれない。そういうこと言うと、ちょっとクリーミーな感じがする味噌ラーメンだったんですけど、多分そのクリーミー部分って本来入らないはずのとこだったと思うんですよ。でもなんか別に麺を茹でた上でスープ用のお湯を別に用意するっていうのがめんどくさかったんで、クリーミー味噌酢味噌ラーメン。あといわゆるでも味噌臭さみたいな、ちょっと発酵方面の匂いは強くなくて癖がない感じでしたね。安養寺ラーメンだっけ。安養寺ラーメン、なんてあんかけ味噌。それが私が手間を最小限にするスタイルで
ってことで。ああ、そう、田舎味噌とか結構あの発酵臭が強くて、発酵っていうのかな、なんかそういう匂いが強くてっていうのありますよね。でもそれは子供の頃から食べてる人はそれじゃないと物足りないんだと思う。本当に下りしかないな。落ちます。落ちます。抜けるって意味かな、放送から軽井沢。そうですね、途中あと少し登ったりもするんで、今日夕方6時とかまでに軽井沢越えて横川まで行けるかどうか分かんないです。まあ行けなかったら新幹線なり何なり乗って帰ります。90分。薄い峠の力持ちってありましたっけ、あそこ。力持ちって言ったら、私はあの福島米沢のあたりの峠駅の近くの力持ちは食ったことあります。意地でも相手が知ってる前提だな、それ。意地でも、いや、ね、いや、うん、持ちに目がないです。あ、でもできん、あ、薄い峠に、あそこはなんか荻野屋の釜飯が一番有名でしたよね。でも荻野屋の釜飯って実はあの乗鞍の入り口の新島島とかでも売ってるの見ました。別にあれ横川名物ではないんですかね。あと荻野屋は、富岡製紙工場の近くでもうやってて、そこでは焼きまんじゅう出してたな。あそこは釜飯もやってたっけ。やすけ、秘密のありがとうございます。そう、私は他のニコ生の配信そんなに見てないっていうのと、あと私はもともと明確な目的があってニコ生配信関係を落として使ってるだけなんで、ニコ生文化的なものはあんまり知らないんですよね。ん、なんてなんて、あ、おいしい。おう、え、ドロドロ、もちサミット、あのもちサミットはまた行く予定です。ただ今回25店舗も出すとか言ってるんで、去年が十何店舗ぐらいで全部回りきれずに腹いっぱいになっちゃったから。ん、ブルーインパクト、ちょっと待ってください。これ左の道入ってったら変なとこに出てしまうかな。あ、ちょっとずれるな。いや大丈夫で行ける。飯抜き、まあそのぐらいやるつもりです。朝飯抜きぐらいは。前日はどうかな。ツールに、あ、ですかね。でもなんかそのいわゆる大手配信者とか言われてるコミ人数が何万とか何十万はないんだっけとかいうところの、あのなんかその放送主同士が、まあ演出も含めてなんだろうけど、悪口言い合ってる感じがしますね。あとはなんかあの、あ、そうそう、チームはち、なんだっけ、チーズ、実はあれ入ってないんですよ。チーズの味がしたけどチーズ入ってなくて、餅とハムだけだったんです。ハムカツ、なんとかもっちりハムカツプレミアムかなんかだっけ、そういうメニュー名でしたね。派閥、なんかニコ生そういうところは全然興味なくて。でもユーストリームに映ってないのは、ユーストリームはそのコメントのやり取りがすごくやりづらいみたいなんですよね。で、環境を整えるのめんどくさいなと思って YouTube、あ、Ustream には映ってないんです。本当はライブシェル買って Ustream に映りたいんですけどね。もちサミットは去年はもう簡単に売り切れちゃって、特に初日がひどかったみたいです。去年土日やって、私は土曜は行かずに日曜行ったんですけど、土曜はなんか午前中で売り切れたとか言ってましたよ。一日やってるイベントなのに。配信ですよね。延長とかしなくていいし。ああ、この道いいな。また大丈夫だな、これ海の方に行くよ。海じゃないや、なんだっけ、この道かなりいいですね。そう、延長ないのは嬉しいですよね。確か6時間の制限がないんじゃないの、なかったっけ。持ち、ああ、雑煮文化みたいな的な話ですね。画質がでも多分それはフォーマとか使ってるとあんまり上限が先に来ちゃうからあんまり意味ないかな。いや、優先でできてるときは意味あるか。
有線とか無線で太い回線バックボーン元にできるんだったら。ああいいな。何度もいいなって言ってすみませんけど、私こういう道が大好きなんです。しかもこの下っていて、ただ景色見るだけでいいっていう状態だと最高ですね。自転車で優先、優先、優先のベースの回線が無線でつなげられれば、ああいうと設定がめんどくさくて、コメントのやり取りとかあれどうやったらできるんですかね。確か一般的なチャットの仕組みなんでしたよね。 お昼はなんかどっかで食べようかと思ってます。時間取らないために。お、いらっしゃいませ。あーでもこれ多分止まったり登り始めたりすると結構暑いと思う。お昼はクリーミーなラーメン食べたらしい。クリーミーなラーメン、昨日はですね、今日はどっか店があったらそこで食べてしまおうかと思ってます。最高でございます。そうですね、車全く通らないですね。あ、と言ったら来た。そんなこと言うから。食べるところは中山道方面まで出てしまえばあると思います。昼飯、そうですね、12時前に食うことあまりないな。今はちょっと早かったです。見よた、見よたっていうのはどのあたりですかね。いい道ですね。いい道ですよね。こういう道大好き。あっちの川沿いもいいかな。疲れ、昨日は妙に調子悪かったんですけど、たっぷり寝たんで、今日はなかなかいい調子です。あ、軽井沢の手前か、なるほど。あの辺りは、年中、まあ趣味これしかないからですね。そんなにしょっちゅうは走ってないですけど、趣味としてはこんだけです。いらっしゃいませ。うん、この辺はなさそうですね。でももうすぐ、うん。ウィンイーっていうのは何だろう。おお、住みたくは、そう、住むのはな、結構大変なとこ多いと思いますね。お、おじいさんたちが、おじさんたちが、みんなで寄ってたかってなんか食ってる。あれ何の集会だ。電柱、まあでもこれも埋めてまでなくすっていうことになるとあれだし。まあ私は別にあっても。まあでも木製の電柱だったりすると趣があっていいですよね。明日仕事です。で今日10時ぐらいまでには家に帰り着こうと思ってます。そのぐらいになるかなと思ってます。寄ってたかって、なんかみんなで小さいテーブルに四方から座って向かい合ってたんで群がってるって感じだったんですよ。ん、何がエヴァンゲリオン以降、ボンカレーの古い広告ありそう。ボンカレー、あ、そういうのありそうですね。フマキラーとか、あとなんとか綿とかありますよね。電柱写真、あ、そうなんですか。お、珍しいパターンの、珍しいパターンの日の宮蔵。この消防団の、消防団の備品入れプラス日の宮蔵がセットになっているの初めて見た。珍しいですね。普通これ近くにあるとしても、その防災倉庫っていうんですかね、これの隣に普通に立っているようなもんですけど、鉄塔、あ、そうですね、私もそう思います。男鉄塔とか女鉄塔とか、いや、登ったら怒られそうですね。鍵とかはないような、こういうのって。スタイリッシュ、初めて見た。これ鉄塔っていうか日の宮蔵ですね。日の宮蔵収集、情報収集とかしてる人もいるんですかね。でも日の宮からそんなにバリエーションないか。これサイレンの舞台っぽいな。サイレンのあれですね、ホラーゲームの。サイレンって言ったら、私はなんかしばらく前に小島天員さんとかいう名前の人のというハンドルネームの人のサイレン実況動画とかしばらく見てました。野球中継風にやるんですよ、なぜかそのサイレンのゲームプレイを。サイレン、セイレンですかね。サイレンとかセイレンとか、そう、プレイボールっていう最初に叫んで、そう、野球中継風で全然怖くないっていうホラーゲームなのに、ホラゲですか、というのをしばらく前に見てました。
多分小島店員さんとか小島店員とかいう名前で検索したら出るんじゃないかな。光回線とか来てるかな。青木電子製作所、電子製作所、電子回路かな。甲子園の試合開始のサイレンはモノマネできるでしょう。サイレン、あー、それがらいや関係ないな、きっと。わらわら、いや私は米打ったりほとんどしないですけど、でもあのものすごく自分の趣味に、ま、あのなんか例えば X68000 ネタのパソコン、古いパソコンネタの動画とかだと、あのこれ何々ですよねみたいなことは書いたりしますね。なんかマニアックで、あのものすごく少数のグループでしか分かってないようなネタだとやたらエキサイトしちゃいますよね、あの当事者は。関わってる分かる人数が少なければ少ないほど。通信、これフォーマーです。そう、ペケロパユーザーでした。ペケロパカルト X68000 プロってやつでした。マンハッタンシェイプじゃないやつ、横置きのやつでした。古いですね。入り口で、ちょっと待ってください。この先どこが足出してくる、どこが、あ、回転寿司がある。でも回転寿司はちょっと配信しながら難しいな。 X68、まあ、ゲーム機として高級っていうのがありましたからね。まずそう、ウンズじゃなくて、ちょっと待ってください。デザイン、あのシェイプは確かに 今でもないですよね、他に。でもマンハッタンシェイプってすごい名前だよな。望月町商店街が向こうにあるから、とりあえず行ってみるか。Windows で、Windows でしょ、こです、なんか Mac。もう1万、私が買ってて10万台でしたね、プロは。確か。いや、だったかな、全然覚えてないな。最初に X68000 出た時はそんぐらいしたのかな。私はプロのあれ、廉価版みたいな扱いでしたね。PC98 は高性能でしたね。PC98 が16ビットなんでしたっけ。で、PC88 が8ビットかな。私パソコンはですね、小学校の頃から自宅にパソコンなくて電気屋さんの店頭でパソコンに触ってた世代です。その時パソコン持ってない人間のことを内根族って言ってました。内根って、パソコン少年か。88は8ビットでしたよね。とりあえずちょっと待ってください。そうか、望月町の昨日もらった観光パンフにはないか。まあいいや、まず商店街に行こう。なんか情報あるでしょう。 MSX 共通企画ですからね。まあ基本的にゲームから始まりますよね。私もプログラミングやったのも大体ゲーム絡みだし。うん、いつ切った。何があったっけ。 ZX81 とか、うん、MSX といったらあのグラディウス2ですよね。グラディウス2じゃなくてグラディウス2。その2か2かにやたらこだわるんですよね、そのファンの人は。私も含めてですけど。これが商店街かな。ヒイラギ州は何だろう。 X1 私は X1 の F でした。ベーマが読んでました。スーパーソフトマガジンが付き始める前から読んでました。なんてなって。スーパーソフトマガジンもなかなか最初の頃ときめいてましたね。なんでかわからんけど、あの最初の頃のその古いパソコン雑誌なんですけど、途中からアーケードゲーム絡みのおまけ雑誌がつくようになって、 OX 読んでました。プログラミングはちょっとやってましたね。かわいい千葉ですね。すごくおとなしい感じがするな。少しだけ小さいですかね。オープティーかも。ああ。かわいい。
吠えないですね。吠えられない。いや、私は吠えないですけど。触っておくれ。触っておくれ。いや、店頭なんで触ってもいいのかな。ああいう場合別に触っても問題ないですかね。アルパカの次は犬か。アルパカの次、犬で米稼ぎ。この辺りはもう商店街は看板犬タイプな。どうだろう。よくわからない。で、ですね、望月塾っていうのが近くにあるはずなんですよ。犬、お前は店に入れない。芦田塾は結局これだと西の方に戻っていかなきゃいけないから、まあいいかな。全然有名なとこでもないみたいです、向こうの方は。そこに逆に光はするんだけど。第16くらいにランクインしました。おー、この辺りは昔の街道っぽいな。昔の、あ、望月塾の名前あった。あ、枠は次また鳥。あ、いや待ってよ、私はこれはあの予約枠でやってるじゃないですか。そういえばコペパンですか。ちょいまし、あれこれ延長できてな、できないんだっけ。予約枠でしたよね。危ね、10秒前に延長成功。危ね、10秒前でした。指摘してくれた人ありがとうございます。できましたよね、これで。よしよし、危ねえ。自動無料延長全く聞いてなかった。いや、オンにしてるんですけどね。オンにしてるんですけど聞いてませんでした。 GoPro は今どうだ。撮れてます、大丈夫です。で、 GoPro 用の録音も今、うん、大丈夫、撮れてる、 OK、 バッチリです。何かとバッチリです。こんにちは。で、望月塾が左って書いてありますね。今延長ギリギリで成功しました。よし。で、このランキングとかの、コミュニティに入会しましたっていうのに反応してないのは、あのそういうのにそんなに興味持ってるわけじゃなくはないけど、あのそういうの目的でやってるんじゃないんですよっていうのをその強調したいためにわざわざ無視してます。あ、これがメインかな、メイン道路。なんとかなりますね。危なかった今の本当に。まあ、危ないって別に死にはしないんですけどね。また通常枠でやって30分後にもう100円出してやったっていいし、大人ですから100円ぐらい。本当は、そうそう。うわ、名前がいいな、ここ。食堂あるんですけどやってないですね。名前があのちょっとマニラ食堂に通じるところがあるな。そう、むつりです。なぜライト？40キロ。下りだと自転車だと行っちゃいますね、簡単に。バスエ感。でもこの先は多分あの望月塾っていう、うわーすごい。ちょっと待って、これ本当の軽食だね。あ、こんな珍しいな。ちょっと中に入るまでやらないですけど。来月、いや、あ、すいません。8月、9月になってからになるかも。薬屋さんなんですけどね、すごいなこれ。薬屋さんです、薬。小松国宝堂かな、これ国かな、あれは。へえ、すごいな。へえ、これ絶対そういう趣味の人が来てるよな。うん、バッチリやってます。うわ、すごい。漢方国宝堂って書いてありますね。いや、これはこれですごいですよね。ケロリンですね。すげえ。あの緊張の蚊取り線香も売ってる。すごいな。ちゃんと現役でされてるみたいですね。ヒロポン、あれ軍用じゃなかったんでしたっけ。朝鮮人参を買っていこう。なぜコソコソ。朝鮮、いや、あのなんか店の人になんか知られて、このジロジロ見てるのをなんか嫌に思われるかなと思って。ただそれで話ができて、こういう放送しながら走ってるんですよって言って紹介させてもらうこともあるんですけどね。でもすげえ。
あんな薬屋さんが現役でやってるって本当すごいですね。特にでも薬買うものない。私はあの常備薬とか何も持ってないんで。あ、でも何年前かの夏の北海道旅行で島田さんから、島田さんって人からもらったパブロ、まだ荷物の中に入ってるな。すげえ。姫ポン、姫ポン、こういうなんか中山道沿いだから人が、あ、この辺りだ、望月塾。まあ怪我すれば薬を使うために、望月塾と書いてあります。パブロン、あー、あれ期限あるんですかね。やっぱ薬とかなんか無限に賞味期限あるような気が、賞味じゃない消費期限ありそうな気がするんですけど。警戒心、あー、セイロガン、ミポリン、それはガルパネタですね、違うかな。セイロガンの効き目だけは驚異的だよな。ん、セイロガン、お食事処、中仙道望月塾はこの辺りのはずなんですけど、どれがこれ全部がそうなのかな。あのおうち塾とかあんなふうに本格的に昔の風景をあの復元されてるわけではないんですね。本当に昔からやってて今現在の状態っていうだけなのか、これは。へえ、あ、町の駅だ。麻酔、そうなんだ。あれってそういう成分なんですか。夕方、レストラン、ラフェスタ、石焼きカレー。うん、ツバメがたくさんいますね。富山の薬売りが年に1回箱を取り替えに来てた。この放送って楽しい。富山の、あ、ありがとうございます。この放送はこういう自転車旅行の面白さを見てもらうためのものなんで。で、あの、それを見て皆さんにもやってもらうためです。ロキソニンは市販のは効かんな。ロキソニン。でかい看板だ。ツバメが低く飛ぶと雨が降るよ。雨が、あの、虫が。何か虫が低いところ飛ぶようになるから、あの鳥もそれを狙って低いところ飛ぶようになるんですよね、雨の時は、雨になる時は。さっきの店に入っとこうかな。そんなに襟好みしてる状態じゃない気もするけど。偏差値60、列車旅行ありがとうございます。まさに狙い通りでございます。ただあまり増えすぎると今度は臨行の時に電車で、あの、大勢で迷惑になるとこあるかもしれないんですけど、まあ私の活動でそんなに増えないだろうからな。ちょっとでもそういうのができれば、これどっちに向かってるんだ。どうしようかな。昼ごはんさっきのとこで一旦放送をやめて取れば GPS にルートも入れられるんだけどな。かゆい道、ちょっと待ってください。中仙道はここから東の方に向かわなきゃいけないかな。こっちに向かっちゃいけない。なので、腹減ったの。腹、そこそこ減りましたね。7時半に朝ごはんだったので5時間経ちましたね。東大、東海大で、こっからちょっと待ってください。こっからもともと行く予定だったなんだっけ、芦田塾ってとこ行こうとすると、そこまでの距離は4キロか、往復10キロ、往復9キロはちょっとめんどくさいな。じゃあこの辺で飯作って、で、また続き走りますかね。せっかく予約枠は取ったけど、今みたいな店に、そうめん、今みたいな店に入るんだったらちょっと放送しづらいですね。満足。そう。宿より飯、いや逆か。さっきのこれレストランで洋食屋さんみたいです。洋食屋さんみたいです。レストラン&カフェ。駒月味噌カツ丼。ご当地グルメだ。じゃあとりあえず、よく見たらなんかイタリアンっぽいですね。黄金豚ローストカツレツ。フレッシュトマトソース。ライス付き1350円、なかなか。味噌カツ丼ってやつだったら、やってるみたいですね。ガソリンスタンド。これガソリンスタンドかな、元。昔ガソリンスタンドだな。ですかね。イタリアンだとガソスタをレストランにしたみたいだ。なかなか。どうだろう。スタンドだったんじゃね。一番高いのが。でもスタンドだったらもうちょっとそれらしい作りになったんですよ。洋食屋か。元ガソスタっぽい。味噌カツイタ
じゃあここで昼ご飯食べて、昼ご飯後にまた配信しますので、よし、まして、いや、もうなんか迷って先に行ったらまた店なさそうなんで、ここで一旦食べていきます。じゃあ一旦これで終わらせます。終わらせますよ。じゃあありがとうございました。多分配信再開は1時半ぐらいからかな。タイミングとしてはそのぐらいだと思います。では終わらせられない。ちょっと待ちよ。終わらせボタンが押せない状態だ。なぜか配信停止ボタン効かなくなるんですよね、よく。でツールから一旦放送に再接続してされない。した。終わらないでいい。じゃあ味噌カツ丼食おうかなと思います。まあ、メニュー見てからですけどね。じゃあ改めてありがとうございました。それじゃ終わった後で。では来ましたね。すみませんと言われた瞬間に終わりました。じゃあ GoPro もこれで一旦停止。ちゃんと撮れてるかな。あ、大丈夫か。